はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯は、タイのお刺身、タイの、霜降り、炙り。で、大根じゃわ。タケノコの、タケノコと油揚げとわかめの煮物。で、タケノコの、卵とじ。で、これは、タイの皮のそのもの、タイの卵の甘露煮。で、古漬け、浅漬けのきゅうり。で、お味噌汁は昨日のね、豚さんの油で、油揚げのお味噌汁。で、あっちゃんは、お酒。ご飯なしでお酒でいきます。では、食べましょう。では、いただきます。チンチン。磯の神の。あ、日本酒が美味しい。お酒が美味しい。お酒を。お塩を。お酒を。去年食べて。ちんとこ毎年このシーズンだったら竹の子出すからな。歯応えあってね、ねっとりして美味しいね。皮もコリコリ美味しい。え？何？辛い？超辛い。超辛い。もうちょっと醤油入れたからな。卵がちょっと濃いらしいわ。なんか優しいな味。うん、しょっぱい。うん、いいね。卵しょっぱい。ちょっと塩入れすぎたかな。うん、ちょっと塩濃いな。めっちゃ美味しいよ。はい。これはお酒が進むわ。うん、タイの卵美味しい。俺大好きやね。辛加減がね、ちょうどやね。うん、おいしい。はい。あ、わさびこけちゃうの。なんだこれ。あれ？わさび。どこ置く？置いた量がいないの？ここ置く？うん、おいしい。
味しいね。で塩焼き、美味しいわ。きゅうりの浅漬けがちょうどいい使い具合や。江戸やね、江戸。江戸飯やね、今日ね。卵どう？なんかしよっかね、今日卵、ご飯ないんです。あ、そんだけしかないね。あ、行く？レンジ行く？よいしょ。いや、ご飯がね、足らんかっていう。その時のために、なんか落ちたで今。こういうご飯、こういうおかずはご飯が欲しいの。これ、もうこんなもんや。おかずが濃いん。ニンニク濃いね。ニンニクなんか濃い時と薄い時ある。ニンニクも超目分量やから。ちゃんのキッチン、これ初めて再生、再生動画出してん。登録100人やのに117人やのに再生200いってんねん。登録してよ。これはご祝儀相場やな。初めての動画やから。おいしいわ。若竹に若竹に油揚げ入れたらおいしいね。りゅうは毎日卵食べてきたもんな。お弁当で。お弁当なくなって寂しいね。毎日お弁当なくないねんね。美味しい。
だってかけちゃいみんな。あ、打ったらどうしない？ん？いいかい？炙りの酒に合うねん。タイと日本酒合うね。いや、まさかちょっと大人の階段登るよ。タイの子おいしいわ。大好きでさ、なかなかね、スーパーじゃ、昔は魚屋さん、八百屋さんとかだって出てなくてね。だからタイ1匹について1個しか、2腹しかないから、あんま売ってやがんの。スーパーみたいに大量の上だからね、はい、出てくるけど。だから、あったらお母ちゃんこう出てくれて、で、魚屋のおっちゃんに頼んでくれたんで、うちの子好きやから。出た置いといてくれる。はい、こんなの好きでね。味噌汁もタケノコ入ってる。ご飯もタケノコ味じゃない、タケノコ尽くしにしちゃうから、めちゃくちゃ美味しい。うちの子食べへんからね、あっちゃんの目玉、魚の目玉が好きでね。うん、目の周りのねトローンとしたのが好きやね。ちゃんと入れてるの臭いね。しっかり焼けてるな、生臭で。見たあれないかな、まあ、これも買いたいじゃないかな。もういいの出た後はドラゴンフルーツ。あとで呼ぶわ。忙しい。おいしいね。タケノコ煮たやつ優しいわ。ありがとう。おいしいね。お上品だね。
料亭とか旅館とかこのシーズンに行ったら出る和食の店の味に近い。うわ、味が、うん、なんていうかな、入りすぎてないし、入りすぎとかあんまり濃いないね。あんまり味濃くしてしまうとね、飽きてくるのよ、タケノコは。お父ちゃんには濃いめたくないけど、うん、あーね、タイの頭や、ほっぺだね、頭。こっちがいいの？え？醤油ない。一緒。はいよ。豚肉のとことか美味しいからね。魚は豆肉と頬肉があんまり取れへんねんけど、頬肉あるかな、あるある。はい、純米酒はやっぱ美味しいよ。不自然な味でへんし、うん、もうこっち入れてね、わさび。焼いたやついらんの？いや、量がいらんだけ。いや、結構いいじゃん、うん、え？何？もっとさ、めっちゃわさび食べる。つけ本当に日本だけで好きもする。お昼おすまし美味しかった。もう味噌汁にしてもいいよね。やっぱりね、うん、なんていうの、タイで出しとったら美味しい。結局ね、1時間煮込んだよ。すごい出汁だよ。30分ぐらい煮込むつもりやってんけど。1時間ぐらい煮込んでみて。ガス代すごい来るかな、今回。結構ガスは使うからね、最近。美味しいね。はあ、めっちゃ美味しいわ。タケノコどうしようかな。まあ、タイって、タイって魚ってするとこないよね。大豆もやろう、食べ物食べられる。
まあ臭かったら食べられんけど、きれいな魚だったらほとんど食べられる。骨とかね、アラはだしになるしね。頭だって焼いたら、頭ね、おいしいね。肉締まってんのかな、おいしいから。食べるとこ少ないけど、このクラスになってくるとまあまあ肉ついてるね。僕ね、こんな大きなあんまり買わへんから。いや、おいしい。タイの卵がこんなに贅沢に食べれる、美味しいわ。まだあと半分残ってるね。うわ、取れへんのもやし、調理するのに免許もいるし高いね。でも簡単らしいけどな。どこあるとこ決まっとるから、ここだけちゃんと取ったら。なんかな、の講習を受けに行かなあかんね。年に1回かなにしかないね。そんなに怖いられるか、余分に取られるか。食べたことないもんね。余分に取ってもあれやん、あかんとこちょっと入っとったらあかんね。シートからだから皮食えないけど、皮だけ皮高いのに。フグさばいてない普通の一本のフグでも高いんで。味ついてる、塩味ついてる。たけのこ残して大事な食べられるしね。待ってまだたけのこあるからな。で、また取ってきて煮とるからね。たけのこ煮てみんなにあげるのが好きやね、たぶんあれ。またいらんか言うてくんね。おったりするのが好きやん、ディレクターで取りに行くのが。竹の家裏から取ってきて、ほとんど食べに来ないな。ほとんど取れたか、ほとんど取れたな。はい、頭の肉取れました。美味しかった。お腹いっぱいは。日本酒おいしいな。旬のもの、自生しているタケノコ食べて、来年のタイ食べて幸せです。で、純米酒最高。
今日のあっちゃんちの晩ご飯はタイとタケノコ尽くしでした。美味しかったです。ごちそうさま。日本酒、純米酒が合います。辛口ね、やっぱりね、日本酒はね、こういう料理には合うんでね。あっちゃんは辛口が好きやね。まあ甘口も飲むけどね。日本酒が好きなあっちゃんでした。はい、ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯は久々に、お酒で晩ご飯を食べました。美味しかったです。ごちそうさま。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんちのタイとタケノコ尽くし、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。